いきなりですが、これはポスタル4の、新武器である鳩さんのカゴです。もっと面白いことしようぜ。行きますよ。行きますよ。やだ、やだ、やだ。ね、ほら、ブル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 。やだ。すごいことになってんぞ、この野郎。もう。この鳩さん、ヒッチコック出身でしたか。そういえば昔、こんな鳩さんを駆除する仕事をしたようなしてないような。どうや、聞こえるか、その音は。聞こえません。我慢できない。うーやー。うわ、気持ちいい。汚れな証言だらけね。よろしくお願いします。もう気が狂った変態クソ投稿者。によるお使い廃業シミュレーション。ポスタル2、パラダイスロスト編、パート21です。ここはどうやら、岡山の県木らしいよ。一番気になる草の収穫の、お使いから先にします。というのも、お使いの場所がちょっと気になるので。汚い真似してんじゃねえよ、おめえよ。おい。これにも、それなりの仏心ってことあるわけだよ。本当？あなたには死んでもらいます。I guess this must be the medicinal herb farm. I wonder who's in charge here. また君が殺されたんじゃ。何してんすか? Hey dude! Uncle Dave, what are you doing here? Oh, that religious cult stuff wasn't panning out, so I moved into the herb business. You know, go green and stuff. It's good for the environment, I think. What brings you around these parts? I was sent to do some pruning. Oh, right!We've been having trouble with that lately. Our guys never seem to feel like doing any work. Take this sanctioned pruning device. It's pretty sensitive, so be careful. You have to take care of 3 greenhouses, one out front, one in the gym, and one out back, or I might be wrong. I'm totally messed up right now. Dave おじさん生きてましたけど、草まみれですね。しょうがないのでジュード様で。剪定をしましょうか。なあ、花火大事になってたんだよな、お前。なあ。とりあえずちゃんと育つように、肥料を与えておきましょう。おめえ、暴れ！やめろよ、おめえらバカじゃねえのかよ、おい。お前何やってんだよ、おい。とまあ、草を育てる人が見たらマジギレしそうな、行為はやめて早速剪定を、しましょうか。素晴らしい匂いだな。よし。お前は誰だ。多分変態だと思うんですけど。Well, well, well. What do we have here? Looks like our informant was correct. We got ourselves a marijuana farm growing right under our noses. Move in, team. It's time we weed these potheads out of this joint.Ah, hell, it's the Narcs. These guys are such a buzzkill. Keep on pruning, dude. I'll cover you from these downers. Looks like I can use this radio to call out to Uncle Dave. どうやらマトリがガサ入れに来たようですね。おじさんが援護してくれるようですが、大丈夫なんでしょうかね。おー、すげえ。おじさんのこと本気を怒らしちゃったね。本気を怒らしちゃったね。俺のことね。さっくり言っちゃうか、さっくり、お前。おだしは、バラマグロの野郎。バラ巻き刺されそうで怖いですよ。乗れよ、ほら。あ、いた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 。おっと、おじさんを危うく剪定するところでした。皆さんも剪定器を使うときは周りの人に注意しましょう。知らないよ、そんなこと。大丈夫だって安心しろよ。変態クソ投稿者。クルバスのジュラル星人の姿に違いない。気にするな。マジでどうかしてるぜ。まったく。次は体育館にある草を剪定しましょう。ただ、マトリもおそらく建物内にいるので、注意しなくちゃ。ラブ&ピース。みんな早場が一番。なわけないじゃん。投稿者。楽しんで人を殺したから。精神状態おかしいよ。アルカイダ連中に剪定をさせればと思うかもしれませんが、おそらくこいつらは、もう草の影響でつっかえ状態ですね。ほんまつっかえもわ。つっかえ。ねえお兄ちゃん。マジで欲しいんだけど。わーい。視聴者の皆さん、一緒にやろうか。結構毎日踊っちゃうな。その辺の人、セクシー。
エロい青っぽらしい。もうこんなバカたちは放っておいて、さっさと草を収穫。あー痛い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 助けて痛いだ痛いだけじゃなくて、生きてるから痛いですから、なんとか生きろよ。ああ次はどれかな。ニューラブ。でもそういえば弾は結構効くかもしれないよね。たまらねえぜ。敵は一掃できたと思うので収穫しましょうか。それにしても良い草ですね。ボング持ってくればよかった。ああうめえな。やはり大勢でクソまみれになると最高やで。くせえ。素晴らしい匂いだな。極上の料理を提供していると聞いたが、素晴らしい料理だ。これはブラウニーでも作っているんですかね。これだけあるなら一つぐらい食べてもバレなさそうです。一つぐらい食べてもバレへんか。うん、おいしい。いい素材やこれは。もう本当に美味しかったですわ。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり！閉店！以上！